スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、萩原直也のスロートーク。皆さんこんにちは。今月もスモールサンインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました。今から約30分スモールサンの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろいろな話題についてスローに語っていきたいと思います。今月のアシスタントは私北村幸子です。萩原さん今月もよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。というわけで6月に、はい、はい、そうですね。何日だ、6月6日か。もうダミアンが生まれた日ですけどね。そうなんですか。6月6日の6時6分ですよ。え、あ、そうなんですか。そうですよ。オーメン、もうどうでもいいんだけど。はい、はい、そうそうそう。まあとのわけで、はい、6月ね半分過ぎちゃいましたけど、まあこれからねあの梅雨で大変ですけど。そうですね、はい、この間ね話も全然違うんですけど、あの、はい、まあ、上海に行ってきまして、はい、お仕事ですか。そうです、はい、仕事で行ってですね、うん、まあ、今まであのまともな結構ホテルにね、はい、泊まってたんですけど、はい、結構ね最近ね民泊とか知ってる？民泊聞いたことはありますけど、ホテルが足りないからね、はい、普通のマンションとかアパートとか、まあ、中にはね人が普通に住んでるところを、はい、あの宿泊所としてですね、あの開放して、はい、あの旅行者が泊まるという民泊ね、あ、そう、人民の民に泊の、はい、人民っていうことなんだけど民泊泊まる、そうそう、はい、結構アメリカとか、ね、海外から来るお客さん、はい、まあ、中国の方もそうですけど、あの宿泊場所が足りないとそういうところに泊まるっていうのが最近日本でもねだんだん増え始めて、あるんですね、うん、まあ、行政の問題もあったんですけど、はい、だんだんあの推進する方向になってんだけど、はい、この間だから上海に行ってね、はい、ホテルを取ってもらったつもりだったのに行ってみたらね、はいはい、なんかマンションで、マンションですか？マンションだった。マンションじゃねえかここっつって、で入ったら、いやいやこれ泊まるタイプのマンションですって言われて、あ、そんなのあるの、で入ってみたらまさに、はい、あの今まではね多分誰かが住んでたんですよ、はい、インターホンとかのね形跡があって、あるんですか、そう人が住んでたような形跡があるんだけど、そこにもう泊まれるようになってて、はい、民泊だから上海もね街中は多分ホテル少ないんだと思うね。あ、それでそういうマンションを有効利用するっていうのが、はい、まあ、中国でも流行ってんだなというわけでですね、こういう、まあ、あの中国にとってもインバウンド、はい、アウトバウンドとかね、まあ、日本も今そういうあの外国人とのやり取りで、はい、クールジャパンだとかですね、はい、海外とのやり取り、まあ、はい、地域をねどうやって活性化するかとか、はい、日本をどうやって海外にあの紹介するかっていうのがだんだん盛り上がってますが、はい、今日はそういうですね、はい、お話にぴったりの、はい、お話にふさわしいゲストの方を、くまモンが、はい、ご紹介させていただきます。すいません、はい、株式会社ダブルクレインの小田実社長です。小田社長今日はよろしくお願いします。はい、こんにちは、あ、ダブルクレインの小田でございます。どうもどうもどうも、どうもお願いします。あの小山くんどさんに言ってますけどよく言われましたあの先日も旅館泊まった時にですね、ええ、おかみがうやうやしくこう色紙を持ってきましてああまた来たまた来た、またなの、よくありますよ。ああそうなんだ。俺だってフェイスブックで見るとなんか小山くんどうさん友達だっけと思ったら小田さんだって、いやいや偽くんどうって言われたというぐらい似てますが、はい、まああの小田さんはねちょっとね、あの後でちょっと本格的に話してもらいますが、あの、まあ、本業はいろいろライターじゃなかった、はい、あのクリエイターじゃなかったんだっけ、まあ、エディターとかプランナーとかプランナーって仕事してますが、今回あのねあの地方創生、はい、地方創生といいねジャパン、はい、という形でですねいろいろ地域のねあのいいものを発信するっていう商売をちょっとやってらっしゃるので、そういう話をちょっと今回聞いてみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。萩原直也のスロートーク。第一勧業信用組合は都内全域に26拠点を配し、地元の皆様から関心の愛称で親しまれています。
地域との触れ合いを大切にし、皆様の幸せに貢献いたします。これが第一関心の経営理念です。中小企業オーナーの皆様、企業創業を目指す若者、女性経営者の皆様、どうぞ気軽に支店をお尋ねください。共に未来を語りましょう。関心で安心を。萩原直也のスロートーク。それでは改めまして、小田社長から、ダブルクレインのビジネス、あとは、小田社長の経歴なんかを伺っていきたいと思うんですけれども、小山君の小田社長だった。はい、はい、もともとはあれですかね、はい、何から始めたんですか。もともとはですね、私出版社に勤務しておりまして、編集者として、10年くらいかな、うん、やってました、うんうん、その後、プランナーという職種に、うんうん、変わりまして。プランナーっていうのは企画をする人。そうですね、企画を考えて、それを企画書に落とし込んでいくというな。それは独立してそれをやってたんですか。まだ、社員だった頃に。あ、結構僕何社か。あ、そうか、出版社の後があるわけだ。そうそう、いろいろプランニングをする会社。プランナーと、デザイナーがいる会社に、あ、なるほど、入って、うんうんうん、で、プランナーとして採用されて、うん、その年にかな、もう大手某広告代理店さんに。あ、銀座にあるやつ。汐留あたりにあるやつですかね。あ、そうかそうか。まあ言っちゃってもいいです。なるほど。だからそういう大手広告代理店から仕事をもらうのが基本ですよね。そうですね、うんうん、いわゆるもう圧倒的下請けみたいな。あ、どんな風な仕事してたんですか、その時。その時は大手自動車会社のですね、はい、企画が多かったですね。なるほど。大手自動車会社の CM の企画とかですか、イベントとか。どっちかというとイベントに近いです。イベントか、モーターショーとか。 あとは博覧会にパビリオンを出すとか。あれは名古屋のやつとか。そうですね、愛知博ですね。あ、なるほどなるほど、はい、ああいうところに。その時はもう独立してた頃。その頃に、そうですね、もうそう独立してましたね。だから2098年ぐらいか。そうですね、98年ぐらいに、それまで の、 仕事から独立をして、はい、自分でプランナーとしての仕事を始めたと。そうですね、その時に某大手広告代理店の専属プランナーみたいになるんですか。はい、そうですね、ある意味一つのルームがあって、うんうん、そこで囲われてというか、出向な形ですかね。軟禁されて。そうですね、軟禁はちょっとあれですね。問題ですね。ずっとだからあれか。そうそう、その中に入って、はい、チームの一員としてプランニングするってことか。そうですね、はい。ある意味、下請けという立場ですけども、そこから逆に何だろう、向こうに行って、うんうん、でちょっと割とこうフランクにやれたっていうのはちょっといい経験でしたね。そういうのは多いんですか。あ、その、そうですね、広告代理店さんの中に入って、はい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 、もう常駐で外から人が来て、はい、開発会社さんなんかも ね、はいはいはい、大手 の、 電気会社さんにこう派遣されて常駐したりするけど、はいはい、あんな感じで、ですね、他 の、 それでいくと、会社に本当に席を置いて入るというパターンの出向と、うん、もうプロジェクトルームができて、あ、なるほど、でそこに行くっていうパターン、僕は後者なんですよ、うんうん、だから、大手自動車会社さんのイベントの企画、そこで部屋を与えられて、はいはいはい、そこでずっと仕事をするってことか。そうですね、だからそのイベントだとか企画だとか展示会だとかっていうプロジェクトがずっと続かないとダメですよね。つまり博覧会がベースにあったんですね。あ、そうか。あとは大きな都市開発的、うん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 、そういったものがベースにあって、もうそれこそ5年タームの仕事ですので。じゃあ1回入るとずっと5年間とか。そうですね、仕事はあるわけだ、ちゃんと。はい、そうですね、ずっと続くの、それは。ちなみにですね、2010年に一応出向満了して。あ、98年から2010年まで。2010年っていうと上海万博、そうですね、まさに上海万博の仕事。あ、北京か、あれ上海万博、うん、そうですね、までか、はい、それはでも終わったらどうなるんですか。それがですね大きい仕事って確かに5
5年スパンでがっちり入って仕事もちゃんともらえるし、もらえるし、そこまではそうなんです、はい、安定します、安定します。でもですね、で満了するとですね、うん、あのいきなりなくなるわけですよ。で、そうか、その5年間の間に他の営業できるかというとそんなできない、できる時間もないので、それすごいリスクですよね。そうですね、だってだから普通の例えばね、最近だと三菱自動車さんが大変なことになりますが、はいはいはい、うん、あね、急にだって大丈夫で安心してる仕事が突然なくなる、だから下請けの仕事の大変さがそのまま、まさにことでしょ。そうですね、しかも分かってるのに終わるのが、うん、分かってるのに手が打てないっていうすごい辛いですねこれ。まあなかなかそういった状況でしたね。でもまあ終わっちゃったわけでしょ2000年。はい、そうですね。でどうしたんですか。でその時にですね、まあ、いろんな手を打たなければと、うん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 、まあもがくわけですよね、うんうんうん、それであの当時、当時シリコンバレーで、はい、脳波センサーっていうのを作っている、ニューロスカイ、ニューロスカイっていう会社があります、ね、うん、あれですね、ヘッドフォンみたいなのに頭に電極がくっついてチップつける、そうですね。でうわ、そう、それを使ったゲームがありましたよね。そうなんです、うん、まあ、あのそれを使って私もゲームを開発してるんですね。なるほど。へえ。あの後ろ向いてる女の子を振り返らせるっていう、あ、念じると、あ、だから振り返ると、それは何何面白いよ。スマホみたいなのに、ね、向かって念じると、 そのスマホで向こう向いてる女の子が、はいはい、うーんって念じると、こっち念が通じるとこっち向いてくれると。そうです、あのベータ波で集中して振り向かせて、アルファ波で怖くないよってリラックスさせてキスをしてもらう。え、そんなの、キスをするって、だからまあ画像上で、ね、画像上でね、そうそう、それちょうどね iPad が出た頃で、あ、 iPad でやるゲーム、そうなの。なんで iPad と、まあ、その脳波センサーの組み合わせで、一応これ結構話題になりましたよね、ゲームショーとか出して、ゲームショーとか2年連続で結構テレビ取材受けたり、それは大手おもちゃメーカーさんとか来たんだ、声もかかったんですけども、でお金になったんですか。ですね、なりませんでしたね。なりませんでした。そこなかなかハードルがやっぱりいろいろありまして、だからそうか、人気はあったけど、そう、結果的には商品企画としては通らなかったってことか。そうですね、うん、そうです。そこでだって売ってたら僕らも知ってるもんね。そうなんですね、話題と人気とその商売はやっぱ関係ない、関係ないと、あ、いうところね、学んだわけ、痛烈に学びましたね。なるほど、はい、だからもうその時点だと、その某大手広告代理店から仕事はないし、はい、そうなんですね。今みたいなのも壮絶に塚が来て、で何を したんですか。その間ですね、まあ、本当にまあいろいろ食いつないだ感じですけどもね。大変でしたよね、僕も覚えてるけど、大変だったんですけどね、で2011年ちょうどあの震災の年に、うん、たまたまのフェイスブックが、うん、いよいよ上陸という形で、2010年ぐらいから、そうですね、当時あのミクシーが全盛の頃なんですけども、はいはい、フェイスブックがぼちぼち入り始めたんですが、うん、まあ首都圏だけでは人気あったんですけども、うん、まあ、地方にはほとんど知られてない、あ、そうだったのか、状況です。へえ。でそこであのフェイスブックをプラットフォームにしたいいねジャパンというプロジェクトが、いいね、いいね、いいねジャパン、ジャパン、それはなんか商標とかなかったんですか。そんなの名前いくらでもつけられたんですか。それはいいねジャパンという商標は某大手代理店さんが、代理店がつか、あ、そうかそうか、だからいいねジャパンっていうなんかそのフェイスブックを使った情報発信サービスを、そうですね、小田さんが始めた、私がメンバーの一人として参加したって形になってますね。それはそうか、大手広告代理店が主導でスタートした、スタート、そこに一部として入ったと、そうですね、まあ、あの編集者ライターとして入って、うんうん、まあ、あの取材をして記事を書くという、なるほど、まあ、僕のルーツにちょっと戻ったような感じですね。あ、そっかそっか、ライターですからね、うん、そうですね。それで作ってみて、はい、それで飯食おうと思ったんですか。それで、うん、まあ、当然それはもうあのギャランティーは入るんで、あ、そっかそっか、ライターの仕事としてライターになっちゃうですね、編集ライターな感じですね。そうか、まあ、それをやりながら、うん、まあ、いろんなことも並行しながらやって、うん、こう中小企業として、あ、これだからもともとはほら大手代理店の超大企業の仕事をしてて、はいはい、そうですね、でそこから外れて、はい、今のいいねジャパンっていうその、はいはいはい、地方
に行く仕事に移ったってことか。そうですね。で、Facebook をあの広めるっていうところもあったんで、で、Facebook をまあプラットフォームにして、うん、いわゆるまあソーシャルメディアですね、うんうん、を使って、はい、地方の情報を、そうですね、展開すると。その時ちょうどあの、まあ、申請もあったりで結構落ち込んでたじゃないですか、うんうんうん、でも日本のいいねってあるよねっていうところで、地方であのいろんな地域おこしの活動してる人を取材したりしてましたね。なるほど、紹介して。そうか、だからそういうなんつうんだろう、商業的なビジネスのど真ん中から、はい、もっと地方を盛り上げたいっていう、ね、うん、なんか人肌ビジネス、さっき言ったけど、そうですね、そういうような方向に自分の気持ちが移ってったっていうことですよね。そうですね。あの実際やっぱり被災地とか行って取材とかしてますと、うん、よりその気持ちが結構強くなってきてるのと、あとはやっぱりソーシャルっていうのがその当時結構流行ってて、と変ですけども、うんうんうん、やっぱ社会的に何かこう貢献したりとか、あ、なるほどね、ボランティアがもう普通になってきた頃ですよね、うんうん、あ、うん、そっかそっか、だからそのぐらいにそういう方向でもう商売やっとこうっていうふうに気持ちの中でも変わってった。そうですね、結構シフトしてった時期です ね、 そうか、でそれから2011年だから、もう5年間そういう地域の情報発信をやってるという。そうですね、あの途中転機があって、うん、あの2012年、うん、簡単にスタートして丸2年かな、うんうんうん、で、プロジェクトは終わったんですよ。あ、終わったんだ。そうなんです。で今あのいいねジャパンの、Facebook ページとウェブサイトはあの私の方で運営を引き継いで。お、あ、そうか、さ、大手広告代理店がやってたんだけど、はい、そこから何ですか、事業承継したの私が。買い取った。そうですね。あ、そうですか、はい、すごいな、そりゃ。そうですね。あ、じゃあ今はもう大手広告代理店は関係なくて、まあ、商標はお持ちなんですけども、けど、まあ、運営は任せるよって形で。ただそれでその費用は自分で持ちなさいよというような、ね、そうか、それ、そうだな。そうですね、なるほど。まずはだからそのあれだね、じゃあいいねジャパンというサービスで地方の情報を集めているという、はい、あ、まあ発信しているっていう方向に、まあ切り、ね、舵を切ったと、はい、なるほど、はい、じゃあ後半はちょっとね、はい、あのそういう話を伺ってみたいと思います。はい、はい、萩原直也のスロートーク。マイクロナノバブルのシャワーヘッドは節水効果だけでなく洗浄、温浴、保湿作用があり、全身で感じる美顔器とさえ言われています。私たちは真鍮加工をベースに培った特許技術で世界に通じるそんなシャワーヘッドを生み出しました。医療、農業、水産、美容、食品加工、その他あらゆる分野でその技が光ります。田中金属製作所。萩原直也のスロートーク。それでは、先ほど前半にもお話があったいいねジャパンとは、うんうん、はい、いいね、はい、はい、まあ、その名前そのものなんだけども、うん、まあ、日本のいいねを見つけて発信していくというような形の、スタイルですね。で、今メディアとしての動き以上にあの自治体さんと、まあ、コンサル的にやる仕事の方が多くなってきてます、うん、だから、いいねジャパンという Facebook のページがまずあるよと、はい、あります。これが23万いいね、はい、すごいんだよね、それすげえなと思ったけど、始めた時はだからあんまりこういうことやってる人がいないから、みんないっぱい来てくれたってことね。まあ、そうですね、はい、でそのFacebookのページに、小田さんはじめいろんな、なんつうの、ライターさんが取材した、はい、地方をこう盛り上げてる人のインタビュー記事が載るの。どういうふうになってる、基本的にはあの今あのいいねな人だったり、いいねな人か、いいねな、例えばどんな人が出たりするんですか。そうですね、地域で新しい地域おこしの活動を始めたなんとかさん、あ、そういうざっくりと、例えばなんかこういう鉄鍋をこう作る人とか、そういう人とかじゃなくて、なんか活動してる人なの。そうですね、まあ、例えばあのスポーツゴミ拾いってやってる方がいてですね、ゴミ拾いをあの対抗戦のスポーツにすると。そうすると各チームがゴミを集めたその量と質で勝者を決める。質って何なんですかね。質っていうのは結構あのゴミの
大きさとか、あの、なんて言うんでしょうね。これはもう確かにゴミだな。ひどいゴミだっていうのあったりとか。まあ点数が決まってるわけです。へえ、面白いね。うん、まあそういうバカっぽいことやるの面白いのね。まあ盛り上げるのにね。でももう正式なこれはもう種目というかあの。スポーツゴミ拾い すごい。なんか知らないのよそんなに僕らもね、別にマスコミが拾うわけでもないし、うん、そうですね、そういうのを拾ってきて、情報としてフェイスブックで上げるのだけですか基本。基本はフェイスブックで上げてその受けとしてサイトもあるって形で。だからネット上だけですよね。そうですね、うん、なんか媒体が出るわけじゃん、はい、あじゃあネットでちゃんフェイスブック行ったりホームページ見れば、うん、そういうのがバックナンバーから見れるよと。あそうですね、はい、面白そうなの。ちょうどリニューアルしたのが去年の4月なので。あそっか、小田さんが引き受けた後ね。そうですね、うん、そっからの情報だけが今アップされてますね。何人ぐらいとか 何個ぐらい。そうですねまだそんなでもないですよ。あそうですか、うん、でも何人、大体東北が多いんですか。いや結構全国まんべんなくありますね。これは自分で決めて見つけてくるんですか。なんかそうですね、僕が割とこう刺さった人にインタビューしたりネットで調べたりとかして、あとは紹介とかつてと かこんな面白い人いるよみたいな。あそれじゃあこれちょっとね結構返ってきます。これ番組聞いてる人も、はい、ぜひうちよって言って、それを小田さんにぜひくればね紹介してもらえると、はい、顎足枕つけてくださいね。あなるほどねそうかそうか。逆にどうなんですもう、はい、だから実際前のサービスから始めてるともう何年もやってて、うん、こう地方創生かな、地域を盛り上げる、はい、なんか方法というか。そうです ねそんなのもちょっとポイントもあれば、はい、一応3つあって。3つ、はい、1つはよくまあ言われてることなんですけども、うん、よそ者若者バカ者っていう、この三者がいてこそその地域はよそ者若者バカ者が揃うと、はい、ことがまあポイントって言われてますね、うんうんうん、これはまあよそから来た人じゃないと分かんない、あその地域の良さっていうのを発見できたり。なるほど。あとよそ者だから派閥がないので、なんとかさんとなんとかさんがこう対立してても両方会えるみたいな。あそうか、だからよそ者が来て、はい、そこのものの良さっていうのを見つけて、それをプロデュースしましょうよって地元の人に声かけちゃえば。そうなんです。そうすると対立してる同士もなんとかさんが言うんだったらしょうがねえな、なるほど、お前と入れたくないけどやってやるかみたいな。あそうかそうかそうか、そういう流れなんです。なるほど、理由作れるからね。そうなんです。なるほど。あと若者は当然パワーですよね。若者のパワー、あーやっぱり若い人ですか、どこ行ってもやってる人は。そうですね、やっぱあと IT ですよ。あそっか、ええ、やっぱりちょっとその辺ができてないと辛いですね。鍵は IT。 そうですね、あ確かに若者、うん、で3つのバカ者バカ者っていうのはね、ゴミ拾いもでもある種そうかもしれません ね、すごい思いつかないよね。アイデアを持ってる人とか、地元では変人扱いされてたり、うんうん、でも圧倒的にこうパワーがある人、うんうん、まあバカ者ですわ。だからよそ者が来て地元の若い人たちをピックアップして、その中からバカ者を見つけて盛り上げると結構いいってことか。そうですね。へえ面白い。なるほど。2つ目は、2つ目はね、オンリーワンを決めるってことですね。オンリーワン、これ何かというと、だいたい地方行くと何がいいんですかって聞くと、うんうんうん、いやうちは自然があって食べ物も美味しいしって、なるほど、どこも一緒やんみたいな話がよく、安堵が多いんだ。もうね多いんですよ。あで、あれもいいこれもいい、なんとかもいいってこう指をね折り始めるんです。なるほど、いっぱいいるのがいいと思ってるんだね。そうですね。でそうじゃなくて、やっぱりそれどこも一緒になるんですよ、うんうんうん、お酒おいしいよって、いやお酒他にもあるしっていう、そういうことになっちゃいます。なので、まあ分かりやすく言うと、長野の地獄谷温泉、野猿公園かな、うんうん、あそこで温泉入ってる猿いるじゃないですか、うん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 、あれはもうオンリーワンで、あそこにしかない。もうなるほど、場所は分かんないけども、猿が入ってる温泉の猿っていうので日本人も分かるし、あと世界はあの写真見てそれを見に来たいっていうので。え、外国から猿見に来るんですか。来ますよ。へ、今もうそこはもう海外の人結構来てます。本当ですか、はい、へ面白いですね。やっぱ雪の中で温泉入ってる猿を見るために、うん、まあ、山登るわけですよ。なるほど、そのために。そうで待ってるわけですよ、猿来ないかなってでもそこに価値があるんですよ。そうか、あ、うん、なるほどね。そこたった一つのオンリーワン。そう、なるほど。
スマップ的な。そうなんです。なるほど。なんでそれを決めてそこにもう集中特化するっていうのが、うん、今地方創生でいろんな自治体が施策打ってますけども、うんうん、どうしてもね総花になりちゃなっちゃうんですよ。そっか、いや地元の人はこれもあれもってなるよ。だからうどん県とか言い切っちゃうとか。あれはいいんだ。温泉県とか。確かにね。確かにね。うん。言っちゃうっていうね。なんで山形県の山形市の人と会ったけどやっぱり、うん、こう見るとねもういっぱい書いてあるね。ああいうのじゃなんか一つに決めろと。そうなんです。スイカとか。そうですね。スイカだけだったら。スイカはもうどこでも他にもあるよね。確かに。あ、一個ねそこにしかない。例えば樹氷だったら山形オリジナルですよ。ほぼ。蔵王の樹氷。あ、なるほどね。今スノーモンスターって言って結構海外でも有名になってきてまして。うん、あ、そうなんですか。そうなんです。スノーモンスターを見たいって。なるほど。そうかそうかそうか。だからね海外から東京行って地方じゃないんですよね、うんうん、もう海外から地方っていうのをどんどん作って、あ、もう東京経由しないんだ。で地方の空港にどんどんこう LCC 呼んでって海外から気軽に来るような形にしないと。そうか、もうそういう発想をどんどんあれですね、はい、よそ者が追いつけていかないとダメですね。そうですよね。で IT を使ってバンバン。そうですね。なのでイネジャパンって僕がよそ者じゃないですか。あ、そうですね、取材先で。確かに確かに。でそこで話してる3つの要素の一つが揃ってる。そうなんですね、まあ、若者じゃないの。若者じゃないけどね。若者ではある。なるほど。3つ目は。3つ目はね、これ観光地から関係地っていう言葉がありまして、うん、ほうほう、イネジャパンの一緒にプロデュースしてた古田ひまさんという人が言ってたんだけどね、はい、観光地ってほら見て、うん、行ってみて食べて観光ね、サイトシーイング終わるじゃないですか、うんうん、ああよかったで、うんうん、でも関係地っていうのはそこに何か関係を作る、あ、関係がある地という、例えば、うん、行った先でおばちゃんと、まあ、仲良くなる、うんうんうん、その仲良くなるきっかけはおばちゃんの田植えを手伝ったこととか、あ、そう、なんかことをやることによって関係を持つと。そうです。だからもう見てるんじゃなくて、うん、入っていって。あ、そっか、見てから、あ、なるほどなるほど、入っちゃうのね。そう、あ、民泊も一つのそれ、そうですね、形ですよね。そう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 、今Airbnb もそうですけどもね、うんうん、やっぱ関係地を求めて宿泊したり、うん、旅をするっていうのは多いです。そうか、うん、じゃああれか、もう旅行だとか観光の仕方もちょっと変わってきてるんですね。変わってるんですよね。あ、ただね、そこはねまだこう日本の自治体も、うんうん、まあ杓子定規なんで、うんうん、観光とあと移住とか、うん、移住定住って今すごくキーポイントなんだけど、分けられちゃってね、対応するかも分かれてるんです。縦割りだ。縦割りなんです。なるほど。それも若い人が壊していければね。そうですよね。もっとね、うん、面白くなっていくのか。そうなんですよ。あー、なるほどね。そこにだからですね、混じっていくことで、そう、地域の中小企業なんかも関わっていってしまって、言えるように関われるようになんか作っていけばいいですよね。そうですね。やっぱりこの流入人口を増やすっていうのはやっぱり一番大事で、うんうんうん、地方にまあ来てほしいって、うんうん、で来てほしいが観光だけだとやっぱきついですよ、うんうん、そこに関係を作って、例えば春夏秋冬、田植えだったら 春行くじゃないですか、うん、で夏に 虫を駆除したりとか雑草を取ったり、で秋収穫で冬にみんなで鍋を食べるとか、あ、なるほど、なんかこう年4回来てもらったらそれの方がいいじゃないですか。あ、確かにね、うん、だから観光するより関係を作るっていうのがこれからの自治体には大事なことだなと。観光地から関係地、うん、はい、勉強になりました。はい、はい、小田社長ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。萩原直也のスロートーク。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬、季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。
入会ご希望の方はホームページからどうぞ。萩原直也のスロートーク。はい、和田社長に、ね、今日お話を、はい、小山君堂さん、はい、小山君堂じゃないっていや私その地方についてというか、うんうん、なかなかやっぱり普段行かないというか、うん、関心がこう日本にいながらにしてなかなか持たないんだなって改めて持ってないんだなっていうのをなんかお話伺いながらすごく感じてしまっていて、そのいいねジャパンっていう取り組みについてもこう地方を活性化させようっていうところに Facebook を取り入れるとか、こう若者の力をとかっていうところですごく目から鱗だったというか、そうね、新しい IT をね、うん、はい、そうですね、 IT が必須ってことですな。そうですね、うん、そうですね、それはまあそうなんだろうね。今はさらにあのクラウドファンディングとか、うん、あとは Airbnb、うん、ネットを使って、そうですね、いろんなことをやる、いろんなこと、お金を集めたり、はい、ネットを使って人を集めたり、そうですね、あとソーシャルワーカーなんかも今ね、うんうん、いますんで、はい、いやまあなんかそれ具体的にね動いてるとすごい、はいはい、勉強になりましたね。はい、はい、なんかもう少しこう旅行したいなって思います。ぜひ地方に行って、はい、関係を作って、あのポイントにもあったあの観光地から関係地へっていう風に、そうですね、はい、そうですね、私も取り組みをしてみ、田植えでもしてください。そうですね、やったことないので、はい、ないですか、そういった、ね、はい、ないですけど、はい、そういうことも、はい、あのやりながら、はい、こう地方が活性化して、ね、日本全体がこう盛り上がっていけたらいいなって。ちょうど6月はあのさくらんぼが山形、山形はそうだ、そう、さくらんぼ取りに行くとかね、あ、うん、いいですね、それだったら、ね、自分の木を1本買うとかね、そんなのできるんですか。まあやろうとすればできると思いますよ。さくらんぼって何年ぐらいできるんですか。いや今あるやつを共同で購入してあげてとか、そういうこともやってるところ、農家さんもあると思うんで、それそういうところからだったらちょっとこう、うん、そうすると自分の木があるところにやっぱり毎年行くようになるし、はいはい、そうですね、行こうって思いますね。なるよね、うん、はい、食べる。あと最近はあれですよ、あのふるさと納税って言って あります、あ、うん、若い人結構やってたりするんですよね。北村さんもだから今納税してるやつの一部をこう、はいはい、自分の好きなものを、だから地方にこう目を向けて、こんな面白いものとかね、はい、美味しいものがあるんだとか、はい、いうのを見て納税して何かね、はい、もらったりすることもできます。結構発見多いですから、はい、ぜひ、はい、足を運んでください。はい、はい、行ってみたいと思います、はい、今日は和田社長本当にありがとうございました。ありがとうございました。いいね、いいね、はい、それではまた、はい、来月。